ネット競馬ニュースフラッシュ、こんにちは。6月17日木曜日、馬事文化応援アイドル桜花の奇跡、一ノ瀬恵那です。本日も重賞出走予定馬より調教推奨馬を挙げさせていただきます。題して恵那の調教推奨馬。まずは今週6月16日水曜日の立東美穂の追い切り時計から確認していきましょう。まずは立東から。私が見た時計ではシーブッドは6波論80秒台を切ってくる子が今週もいて、2頭6波論77秒台もおりましたが、半マイル50秒台を切るほどではありませんでした。馬場状態は主です。続いて立東ハンドです。馬場状態は主、4波論50秒台を切る子が今週は1頭だけ出ています。1番時計は4波論49秒8となっています。続いてミホです。南ウッドは馬場状態がやや重、今週は5波論64秒台が早めの印象です。半マイルも50秒台を切る子が出ています。最後にミホハンドです。馬場状態はやや重、今週も50秒台を切る子はいませんでした。一番時計は4波論50秒1でした。よければ参考にしてみてください。まずは日曜日、阪神競馬場で行われるマーメイドステークスより、1頭目は外目から自己ベストマーク、こちらアンドラステです。はい、一周前追い切りはシーウッドで6波論80秒1、半マイル49秒6、ラスト1波論が11秒7で自己ベストを更新。外寄りを集中力の感じるフットワークで文句なしでした。最終追い切りでも馬なりで自然と加速していくような好調ぶり、また2周前からハンドで4波論52秒台をマークしており、本馬がこれまでにマークしてきた時計と比較しても高時計に値するものでした。楽しみです。続きまして2頭目はスタイリッシュな仕上がり、こちらソフトフルートです。はい、一周前追い切りはシーズットで6波論82秒9、ラスト1波論が11秒65マーク。追われてからも楽しみがありそうな内容でした。最終追い切りではさらに状態の良化を感じる動きで、首の使い方にも柔らかさが増したような印象でした。中3周ですが、2周続けてシーズットで6波論からいい動きなのは好印象。楽しみです。続きまして気になった2頭をご紹介いたします。まず1頭目、こちらミスニューヨークです。はい、一周前追い切りでは体を使った伸びやかなフットワークを披露、キリン様あり最終のハンドでもフットワークは目立っていたように思います。そして2頭目がシャムロックヒル、3周連続シーウッドで6波論から時計をマークし、1周前には5波論からの時計が自己ベストでした。金量差を生かした一発に期待してみたいです。続きまして、東京競馬場で行われるユニコーンステークスより、1頭目はハンドの動きも好気配、こちらカレン・ロマチェンコです。はい、1周前追い切りは立東ハンドで4波論53秒5、ラスト1波論が11秒85マーク。姉妹11秒台は初めてマークしており、時計が示す通りラストは迫力もありました。最終の時計も馬なりで自己ベストと比較しても同じくらい高時計をマークできていますし、楽しみです。続きまして2頭目は調整内容から評価、こちらゲンパチフォルチャです。はい、1周前追い切りは南ウッドで5波論65秒4、ラスト1波論が13秒0を馬なりでマーク。姉妹は以前強めに追われて出していた自己ベストよりもかかりましたが、それ以外は更新する高時計、また2周前から同じような全体時計をマークできており、動きに硬さも感じないので楽しみです。そして最後の1頭は集中力ある動き、こちらサンライズウルスです。はい、最終追い切りは立東シーウッドで5波論69秒1、ラスト1波論が12秒55マーク。1周前追い切りの立東ハンドでもそこまで時計は速くありませんが、動きが大きくぶれることなく走っていたのは好印象でした。また中3周ですが計3回ハンドでも時計を出せていますし、集中力も高そうなので推奨させていただきます。ということで、今週もみんな無事に競馬を愛して楽しんでいきましょう。以上、ネット競馬ニュースフラッシュでした。